こんにちは、加藤です。今日はですね、人物なんかを描くときにプロポーションがなかなか合わない、ポーズが不自然な感じになってしまうというお悩みというか質問いくつかいただきましたので、今日は人物のポーズ、まあ、いろんなポーズが自然に見えるようなプロポーションがそれなりに合うにはどんな風な練習をしたらいいかというお話をしていきたいと思います。で、用意するものなんですが、クロッキー帳とちょっと柔らかめの鉛筆、私今日はステッドラの 6B、 そして練りゴム、スマホを用意しました。どんなことをやっていくかというと、とりあえずね、画像はスマホで検索していろんなポーズを、今例えばこれジョギングっていうキーワードで画像をいくつか出してるんですけれども、こんな風にまずはポーズを自分の書いてみたいというかね、練習したいポーズを検索して出してみます。で、それをクロッキー帳に大きくなくていいので、例えば3センチくらい、この大きさですね、これが3センチ、まあ2センチでもいいです、3センチ程度、もっとちっちゃくてもいいです、例えば 2センチくらいとかね、このくらいでいいと思うので、小さくシルエットで、中身を塗りつぶす、まあ、黒い形みたいな感じで描く練習をしてみてはいかがでしょうか。ちょっと実際にやってみようと思います。例えば、はい、こんな感じでですね、こう人がなんか走ってるようなポーズなんですけれども、これをこの画面に小さくていいのでシルエットで描いてってみます。こんな風に、なるべくムラができないように、ムラができないようにっていうのは塗りムラなんですけど、塗りムラできないようにこんな風に形を見ていきます。あ、ちょっとでもでかくなりすぎちゃったかな。はい、こんな感じで、足とか手とかっていう区別ではなくて、シルエット、単純に形です。これを白黒だけで見ていきます。例えばこんな感じ、どうでしょう。ちょっと3センチ出ちゃいましたけれども、もっとちっちゃくてもいいです。ちょっと違うのにしてみましょうかね。こっちに、こっちにしようかな。もうちょっとちっちゃく描いてみますね。隣に置く方が描きやすいかな。こんな感じで、線で描くというよりも中を塗っていく黒い塊でシルエットで見ていってます。感じで、ここはね、こっちが向こうの手で、これが右側の手前の手なんですけれども、こんな風に捉えます。こんな風にこの程度の感じで捉えます。どうでしょうか。この距離で見て人間らしい感じになってますかね。で、この練習何かっていうと、単純にこのシルエットを記憶するための練習になります。実際にこのフォルムというかバランス、フォルムですね、形のバランスを本当に小さくていいので、何パターンもずっと描いていって形を記憶していくんですね。目と手に記憶させていく。実際にこういうのを描いてみると、その時のバランス感覚というのを一つずつ身についていきますので、このくらいの大きさだったら1ポーズあたりそんな1分も、まあ、1分程度で1ポーズかけたとして、10分あれば10ポーズくらいはかけると思うんですね。もっと小さくてもいいです。今これで3センチくらいあると思うんですけど、もっと小さい2センチくらいのその人物のシルエットでもいいと思いますので、パターンをいろんなパターンでこうシルエットを描いていく。で、その時に細かいところは気にせずに、例えば大人の男性とか女性、子供の男性とか女性、赤ちゃんのみたいに、遠くから見てもその属性が分かるような結構はっきりしたお年寄りっぽい感じとか、子供っぽい感じとかって分かるような、種類を変えて練習していってみてはいかがでしょうか。
はい、まあ、簡単なんですけれども、今日の練習課題、人物のプロポーションがなかなか取れない、合わないという方は、小さくていいので2センチとか3センチの小さなシルエット、黒塗りですね、真っ黒黒塗りで、形のフォルムを捉える、これは目と手に記憶させる、そういった練習法になります。なかなかプロポーション合わないという方は騙されたと思って試してみてはいかがでしょうか。はい、それでは今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。